ビホルダーは、アメリカ合衆国生産の競争場、繁殖品場。現役時代は2013年2016年の、ブリーダーズカップディスタフなど GI を11勝し、エクリプス賞を4度受賞している。ヘニー・ヒューズの代表3区であり、ソングバードと共に2010年代のアメリカ競馬を代表する名品である。6月28日ハリウッド・パーク競馬場の未勝利で、デビューし4着。 2戦目で初勝利を挙げると GI 初出走となったデルマーデビュータントステークスではエグゼクティブプリビレッジに花さ及ばず2着となるがアロワンス競争の11馬審査圧勝を挟んで迎えたブリーダーズカップジュベナイルフィリーズでエグゼクティブプリビレッジに雪辱を果たし初の GI 制覇を果たすこの勝利によりエクリプス賞最優秀2歳牝馬に選出された 年明け2戦目から GIO に連勝して迎えた、ケンタッキー・オークスでは、復兵、プリンセス・オブ・シルマーに、ゴール前で差し切られ、半馬審査の2着となる。前哨戦のゼニアッタステークス1着を経て挑んだ、ブリーダーズカップディスタフでは同期のプリンセス・オブ・シルマー、前年の覇者、ロイヤル・デルタとの三強対決を制して優勝し、プリンセス・オブ・シルマーに並ぶ、同年の GI4 勝目を挙げた。 エクリプス賞最優秀3歳牝馬の選考では207票を獲得して42票のプリンセス・オブ・シルマーに大差をつけて1位となり2年連続のエクリプス賞受賞を果たした。シーズン初戦となったサンタルチアステークスを小橋に1、4差で圧勝の後6月のオグデン・フィップスステークスでは4着に敗れる。ゼニアッタステークスで連覇を果たした後 ブリーダーズカップディスタフに向けて調整されていたが、熱発により回避し、シーズンを終えている。シーズン初戦となった、サンタルチアステークス、続く、アドレーションステークスを連勝して挑んだ、クレメント・エル・ハーシュステークスでは、後続馬に七馬審査付け、G1 競争7勝目を挙げる。パシフィック・クラシックステークスでボバ相手に八馬審一、四差の圧勝劇を演じる。 続くゼニアったステークスも3シン1、4差の干渉で3連覇を達成する。ブリーダーズカップディスタフは外賞のため2年連続の回避を余儀なくされたが、年間5 0 0無敗の成績でエクリプス賞最優秀コバヒンバの座に輝いた。2016年 BC ディスタフ直戦でのソングバードとのセリアイシーズン初戦のアドレーションステークスを連覇し、 続くバニティマイルステークスで GI10 勝目を挙げる。しかし、事前のクレメント・エルハーシュステークスでは、前走で下したステラー・ウィンドの2着に敗れ、2014年のゼニア・タ・ステークスから続いていた連勝が8で、ストップする。パシフィック・クラシックステークスでは、当時の現役最強馬カリフォルニア・クロームに挑んだが、5馬審査の2着となる。 4連覇を狙って出走したゼニア・タステークスも、ステラー・ウィンドに敗れて2着に終わり、前人未踏の快挙達成はならなかった。ラストランのブリーダーズカップディスタフでは11戦無敗の3歳、馬・ソングバードが断然の一番人気で、本場はステラー・ウィンドに次ぐ3番人気であった。レースでは握るソングバードに対して、好意を追走し、直線ではほぼ2頭のマッチレースとなる。 激しい叩き合いの末、最後は本馬が花させり勝ち、3年ぶりのブリーダーズカップ勝利で優秀の美を飾った。歴史的名品同士による一騎打ちは北米系馬ッの残る名勝負と称された。この勝利により2年連続のエクリプス賞最優秀コバヒンバを受賞し、通算のエクリプス賞受賞は4回目となった。本馬の功績を称え、 バニティマイルステークスが2017年よりビホルダーマイルステークスに名称変更された。繁殖入り後のビホルダー2017年からケンタッキー州のスペンドスリフトファームで繁殖品馬となった。初年度はアンクルモーが種付けされ2018年1月23日に初子となる影のお馬を出産した。以下の内容はイクイペースの情報に基づく。 ありがとうございます。